始まりましたトラチューン、イエーイ。今回はトラッキーとラッキーとキータ、そしてタイガースガールズのあやか、あ、見えてません、あやかとノノアで元気いっぱいお送りします。イエーイ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 。というわけで後ろにたくさんの新作アパレルグッズがあるんだけど、見てめっちゃ可愛いのいっぱいある。トラッキーどれ気になる？これおおお、フードの中めっちゃ黄色で可愛いし、横にも文字書いてて可愛い。これも可愛い。これはお、ニューエラさんの上下のトレーナーです。はい、可愛い。これはお、これそのセットアップになっててすごいおしゃれ。色の配色もすごい可愛くて、あ、これ見て可愛い。じゃーん、いいね。ねえトラッキー、トラッキー見て見て、私たちが今着てるこのトレーナーも新作です。可愛いでしょう、可愛いでしょう、可愛いでしょう。あああおかわいい、かわいいでしょ、かわいいでしょ。タイガース、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 お、あ、わかった、わかった、わかった、選手がデザインしたやつ、ないのかって。あー、いや、今回ちょっと見てないな。わかった、トラッキーの力でどうにかしてくれないかな。選手にお願いしてほしいな。私たちがデザインしたらいいんじゃないか。いや嬉しいけど、ほんまに私たちで大丈夫？そんなに言うんだったら頑張っちゃおうかな。ところで今回は、前はイラストで可愛いらしい感じだったから、今回はクールな感じになんかないかな。頑張るよ。ピコンピコン。なに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 、ちょっと待って、ちょっと待ってと。どこ行くん？どこから持ってきたの？書道、私たちが書道を書いてデザインすると。いいじゃん、新しいし。早速準備していきます。じゃーん、それでは早速書いていきたいと思います。わー、緊張する。何に書こう、どうしよう。タイガースの愛をそのまま表現すればいいと分かりました。書きます。はっ、一画目いきました。この勇ましい感じ、じゃじゃーん。どう、ダメ？厳しい。どうも、ありがとう。頑張りたいと思います。はい、一文字目、はい、こもってる、愛がこもってる。どう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 、ちゃんと。なになになに、誰かに連絡してくれたの？あ、はい、あの人気選手の方にお願いして OK 出たの。やったー、結局トラッキーの力を借りたけど。すごい。早速じゃあ準備に行きましょうね。選手にお願いしましょう。時間ない？え、ラッキーちゃんも時間ない？まあでもここまでね頑張ってくれたから、まあ、私たち2人で頑張って、ね、キータくんも助けてくれてるし、じゃあ私たち2人が準備してくるから、キータは選手呼びに行ってくれる？はい、お願いします。それでは早速レッツゴー、バイバーイ。キータ大丈夫かな。あ、帰ってきた。あ、そして近本選手もお越しいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
突然なんですけど、はい、お願いがありまして、はい、近本選手に書を書いてもらってそれをグッズ化したいと思うんですけれども、はい、お力貸していただけないでしょうか。わかりました、書きます。ありがとうございます。それでは書いてもらうテーマは、あ、野球、あ、野球ということは、そうだ、今年の目標を書いてもらいたいと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。それでは早速近本選手に書いてもらいたいと思います。どうぞ。何書こう。ちょっと待ってくださいね。そうっすよね。ちょっと待ってくださいね、本当に。わかりました。普通でいきます。はい。何かな、何だろう。お、見えてきました。見えてきました。それでは完成しました。早速出ていただきたいと思います。どうぞ。はい。今年の目標は夢です。夢という文字を書かれましたが、どんな思いが込められているのでしょうか。今までは、まあ、僕が夢であるプロ野球選手として、4年間プレーしてきたんですけど、まあ、これからは子どもたちの夢になれるような選手になっていけるように、またね、子どもたちの、目標になれるような選手になれるように頑張ります。ありがとうございました。近本選手でした。いや、改めて見るとなかなか味があってかっこいいよね。あ、トラッキー、ラッキー、見て見て、いいのを書いてきてもらいました。どうどう、かっこいいでしょ。かっこいいよね。そう、もうちゃんと無事ミッション終了してきました。皆さんもぜひ近本選手の書道グッズゲットしてくださいね。その他にもたくさんの新作アパレルグッズがありますので、合わせてチェックしてみてくださいね。バイバーイ。